南広氏は、日本中央競馬会所属の元騎手、調教助手。元騎手で調教師の美内勝美はジップ。1983年2月12日、勝美の長男として生まれ、幼少期から、父、勝美に憧れて、騎手を目指し、1999年、競馬学校に18期生として入学。2002年、 立党の橋田光流級所属騎手としてデビューし、3月10日、クラフティ鈴鹿にて初勝利を記録している。デビュー初年度、競馬学校の管理から解放された反動から、防飲防食に走り、二度にわたって、負担重量オーバーで起乗が不可能になり、さらに急激な減量が、たたりレース当日に脱水症状になり、起乗が不可能になるなど、体重調整に関するミスを繰り返し、 厳重注意処分や、起乗停止処分を受けた。190戦に起乗死休症という成績を残した1年目の2002年をピークに勝利数、起乗数は減少。見習い機種の負担重量減免が解かれた2005年には、平地競争での起乗数が100を割り込むなど伸び悩みが、続き、起乗数確保のためこの年より、障害競争への起乗を始める。 障害競争では2007年に重症で3位に入賞したのをはじめ、年間でおおむね30戦程度起乗していたが、重症勝利や表彰などの突起すべき実績を上げるまでには至らなかった。現役最終年には平地免許を返上し、障害専門機種となっていたが転校後の起乗はなく、2012年3月をもって現役を引退、父、勝美のもで、 調教助手に転身した。ありがとうございます。